あ、お疲れ様です。あと1匹がちょっと決まらないと感じですかね。マジですか？3匹でいってんすか？今3匹でいってんだよね。じゃあ俺ウルガモスかも使おうと思ったけどな。あー、いや、めっちゃいいです。あと俺のドラパルも終わってんだけど、はい。え、なんか噂に聞いたら逆 4V だったみたいな。ま、マジっすか？いや、まあ、ドラパ強いじゃん。ドラパは正直強いですね、はい。いや、いけるよね。はい、ドラパ強いと思います。そうや、カットオフさん、まあでも全然ガモスは全然強いので、うん、全然あれですね。あとは誰で、うんこちゃん的に今の俺のパーティーさ、はい、紹介するね。あの、なんかマスカーニャ、はい、ドラパルド、ドラパ、はい、え、巨人、巨人、マスカーニャ、ドラパル、あー、巨人いいっすね。なんか巨人取るって言ってましたもんね、あのゴーストのやつ。はい、ゴーストのやつ捕まえたんだけどさ、はい、ちょっとディプロでさ、うん、あ、ですか、え、H と B が0。あ、え、ま、え、H と B0 で頑丈なんだよね。それまずいっす。でもそれしょうがねえじゃんそれ。いや、そう、まあ、でも確かにそっか。そう、しょうがない、しょうがないですね。そう、清めのあれだ、取れなかったんだよね。あー、いや、まあでも全然、むしろ頑丈でも今回その努力中逆に触れないんで、その思わぬワンパンとかでってならないのはいいと思います。だよね、はい。あ、1人2人もこ、なんかこいつがいいんじゃないですかみたいな、いねえかな。そうっすね。誰だろうな。まあでもそっか、600族あれで行ったのか、トラパで行ったんだとしたら、キラフロルとか、キラフロル、いや、キラフロル間違いないっす。いや、キラフロルは本当、あのステルスロックと、あと特技しをナチュラルに負けるんで。じゃあクエスパトラは、あ、クエスパトラが、ただ加速がちょっと夢特性限定になっちゃってまして。あ、なるほどね。多少ちょっとヘイラッシャはめちゃくちゃありですね。やっぱもう単純にスペックが高いんで。ただはい、ヘイラッシャあれにするわ。はい、ヘイラッシャは全然ありですね。で、結構ランクでも使ってましたよね。使ってた。そうですよね。まあだから使い勝手も分かってると思うので、ヘイラッシャと、はい、じゃあ、なんだっけ、ウルガモス、ガモスはめっちゃありっす。ヘイラッシュ、ドドゲザンも僕使ってないんですけど、ドドゲザンめっちゃおすすめです。あの、じゃあスポンサーってるよ。そうですね、その今の感じだと多分鋼がおらんくなってると思うんで、うん、鋼やっぱ1匹欲しいんで、ドラゴン受けるために。で、特殊アタッカーいねえか、特殊アタッカー、特殊アタッカー、いや俺もね、そこでちょっと困ってるんですよ。特殊がええのおらんなっていうので、うん、特殊やったら、まあ、ニンフィアとか結構硬いんですよね、正直。ガモス1匹でいけるかな。特殊は、いや、もう一枠ぐらいワンチャン欲しいかもっていう。だって、あ、ドラッパー物理ですよね。ドラッパーはね、あの、ガチ両刀でいこうかな。あ、ガチ両刀っすか。あ、ガチ両刀めっちゃおすすめです。ドラッパーやっぱりガチ両刀が一番いいんで。はい、これドラッパーガチ両刀でいくか。ドラッパーガチ両刀マジで全然ありっす。はい、あ、そうっす。あ、ロトムとかぶっちゃけどうすか。あー、あり。でも ロトムさ、H 触れなかったら弱くね。まあまあ、そうなんすよね。いや、結構やっぱそこはもうあれですね。だよね。うん、分かってる感じですよね。ウルガモスとドラパをなんかうまいことやるわ、はい、ウルガモスドラパかな。うーん、あー、なんとなんかいたかな。まあでもそれぐらいっすか。ヘイラッシュあたりはかなりスペックが高いんで。た、天然やったっけ、特性確定やったかな、あれ。ちょっとそこが、うん、まあ、じゃあその辺ちょっと捕まえるわ。その辺、そうですね、ちょっとまあしっかり捕まえてもらって、おも勝つべ、優勝すべ、ちょっとマジで優勝しましょう今回。本当にもうガチで優勝していくんで。でちょっと、はい、気をつけてね。え、忙しいだろうけど体調気をつけて。あ、ありがとうございます、申し訳ないです、ご心配おかけして、うん、ちょっと明日からもしかしたらもう CR 当日まで、もしかしたらちょっとあのゲームとかできないかもしれないんですけど。はい、ちょっとそこで連携がちょっと取れなくなるかもしれない、まあ、全然その連絡が取れるので、うん、ちょっとなんか何でも教育事故あったら言ってください。
まあ、かぶってないし、多分これで、はい、そうですね、そうです、わかりました、OK です。僕も決まったら、もう一回 LINE で全部送ります、8匹。はい、はい、わかりました。すみませんが、じゃあよろしくお願いします。一個だけ確認したいんだけど、お前噂で言うとタウリン使ったらしいけど、お前タウリン使った？あ、いや、タウリンは、使ってないです。大丈夫です。あ、もし使ったとしても、もみ消そう。まあ、それは、はい、そうですね。もみ消してもくれると。あ、でも、使ってないんで。正確には使ったけど、一回電気切ったんで大丈夫です。ミスでね、ミスで電気切っただけなんで大丈夫です。はい、そうです。じゃあ、また。はい。またお願いします。ちょ、優勝しましょう、マジで。優勝しよう、はい、引き続き頑張ってください。はい、はい、はい、ヘイラッシャーはでも一応あれやな、特定できるっぽいけどな。鈍感が多分わかるから、挑発速度打てば。まあでもどうなる、今回の大会でそのガチガチに積んできたりするやつおんのかな。